はい、いつもありがとうございます。マガリオです。いや、今日も一日ですね、いろんなことがあったんですよ。で、前動画でも話したんですけど、視力ね、回復の、トレーニングというかですね、目も筋肉が衰えるから、悪くなるんだっていうね。で、あれどれくらい前だろうな、今日ちょっとうちのビジネスパートナー陣も連れて実際ね、説明と体験してもらったんですけど、やっぱりね、数社が出るって強いね。体感、すぐ体感できちゃう。で、それがさ、見えなかったものが見えちゃうからさ、ちょっと極端な説明なんだけど、これはですね、本当に強いなと思ってですね、それこそいつも言ってるんですけど、学びのサイクルを回すためにですね、仮説はあるわけなんですが、それを、設計図ですよね、に落とし込んで、で実際にね、本番やる前にその基本ビジネスモデルに落とし込んだ対象に対してありなのかなしなのかテストをしていくっていうね。で、検証改善していくって、学びのサイクルを3回回してみるっていうことをやって、OK であればね、実際に、リアルに出展していくってことをやってみようと思ってるんですが、それが終わって、で今一戸建てのね、空き家を綺麗にしてもらって、でそこはシェアスペースとして、5月のゴールデンウィーク明けですかね、初めて来るんですけど、当初初めてですね、簡易縮小出してみようかなとか思ってたんですよ。だけど既存にやっぱありものをその申請が通るように変えていくっていうのはね、やっぱりちょっとコストかかったり無理があったりで、やっぱりその改めて思ったんですよね。何かをやるときにやっぱりその初めからルールが分かっていて、そのルールに沿って動いていくんだったらいいんですけど、その途中からね、その変更するってことはとても難しいんだなって、時間もコストもかかるし、そもそもその立地の条件によってはできないっていうところもあるので、やっぱりその知らない、知ってる、できるのは法則ですけどね、改めて大事なんだなと。でただその今日、僕の、ね、ビジネスパートナー人たちに、その物件披露してって、意見を聞いたわけですよね。どういうふうにこう活用していけばいいかなとか、誰に、ね、使ってもらえるかななんて。で、ビジネスパートナー人ですから、全くはちゃめちゃな適当なむちゃくちゃなことも言わないしただね、やっぱり僕が全然ちょっと見落としてたとか気づいていなかったっていうか、もっと言うとやっぱりそこっていうかっていうね、やっぱそこから逃げちゃダメなんだなっていうことをちょっと改めて知ったりだとか、そんなことやりながらですね、今日はもうね、ずっと先週から頭が痛い問題が一個あって、要はそのうちって不動産の賃貸事業もやってるんですよね。物件貸してるわけなんですけど、家賃滞納して払ってくれないとかですね、何かしらトラブルを抱えるお客さんというのがやっぱ少なからずいるわけです。本当にビジネスは確率なんで、賃貸とかね、やられてる方とかオーナーさんであればですね、そんなの当たり前な問題で、問題でもねみたいな。うちはまだ幸いですね、その亡くなられた方とか、事件とか、事故とかね、まだないんですけど、でもやっぱりその自殺されてしまったとか、孤独死だったとか、自然死とかですね、あとその犯罪に使われちゃったとか、いろいろあるわけですよね、こういう仕事やってるとね。でも僕も一個ずっと頭が痛い入居者さんがいて、今日退去日だったんですけど、やっぱり退去してなくてさで弁護士といろいろ話相談したりですね、本当弁護士の先生には助けてもらってるんですけど、でその物件のね、オーナーさんたちとも話したりだとか、で、ちょっと事情があるんで、法律の手順通りとかね、白黒はっきりつけられないこともあるんですよね、やっぱりちょっと情もあって。で、警察行ったんですよね、ちょっと相談に。そうしたらさ、やっぱり行政っていうのは、皆さんもご存知だと思うんですけど、結果的にね、よくそのあるのはストーカーの被害で相談に行ってた、でも結果的にその動いてくれなかったり、殺されちゃってから警察何やってんだみたいなのってよくありますよね。
ね、警察の方たちもはっきりそう言うわけです。その憶測や推定やその想像とかでは動けないと、何かない限り動けないんだと。それはそうですよねと。それともっと難しいのはやっぱりその民事不介入というところで、その基本民事には介入できないわけですよね。でその例えばその家賃を滞納しているとかさ、そんなの介入してくれないわけですよ。当たり前の話じゃないですか。でなんかね、事故や事件性になりそうなことなんだけどって言ったとしても、話は聞いてくれるけど別に何もしてくれないんですよね。ただまあそんな中でも、じゃあそれが無駄なのかって言うとそんなことなくて、前回はね本当にその警察の方に助けていただいて、あの一件落着どころか万々歳みたいなこともあったりだとか、だから常日頃そのやっぱり行政のね、方々だったりそういうそのまあ警察だったりあの方たちとはそのやっぱ緊密にちょっとコミュニケーションだったり意見交換だったりした方がいいなっていう。で、まあ、初めの担当者がですね、ちょっと態度がひどすぎてですね、あの珍しくっていうか、まあ珍しくないんですけど、もうですね、正面入り口入ったところに受付あるじゃないですか。まあ、あんまりの態度の悪さにですね、ふざけんなって言ったらですね、全員何十人かボーッと向いてですね、それでもなんかもう我慢できなくてですね、こんな適当なことで警察はいいのかとか言ってですね、お前、公務執行妨害なんじゃねみたいな、まあ暴れてはないんですけど。でまあ、その後ちょっとも話聞いてもらったりとかしたんですけど、なんかちょっと見方を変えるとね、あの例えば今回トラブルがあって決していいことじゃないんですよ。全然プラスではないし、マイナスな資金的にももちろんうち的にはマイナスだし、なんだけどこういったそのあらゆる経験自体がやっぱりじゃあこれからそのビジネスをやる人たちからしてみると、僕はもうこれでアドバイスができるわけですよね。こうした方がいい、ああした方がいいとか、こういう時にはこうした方がいいんだよと、僕の時はこうだったよみたいな、あの僕にこんな経験がなかったら相談されてもそれ知らない、分かんないよなって。だけど経験をしてればですね、しかも一件だけじゃなくて何件も経験してればですね、これはね、あこういうケース、ああいうふうにきっとああいうふうに言ってくるからこうだよとかで、やっぱ分かるわけですよね。だからね、この経験をね本当にちょっと、どういうふうに片付けられるのか分からないんですけど、ちょっとですね、あのやっぱり体系化してですね、うちのメソッドっていうのは究極一言で言うと体系化しろっていうメソッドですから、ちょっとまあ取り組んでいきたいなと。そう思うとこの、まあ、どちらかというと気が進まないしマイナスな嫌なこともそう思い直すとですね、またその違うね、あの感情と思考で取り組めるわけですよね。はい、まあ、ちょっとまあそんな真面目な話をしながらですね、で今日はそうですね、たまたまある業界の方がですね、その方がちょっと停滞している時に、コンサルさせてもらったことがあって、なんかそれをね、なんかずっとなんかオンに感じてくれてるみたいで、その方のホームページで、まあ、うちの会社を紹介してくれてるんですよとか、僕も知らなかったんだけど実は。でその方のサイトを見ていて、動画だとかサイトを見ていて、なんかその方のようになりたいっていうかね、尊敬して憧れてるっていう方が、まあ、サイトをくまなく見ていったら、まあ、うちが紹介されてたんでっていうことで電話がかかってきて、あれ2週間弱前ぐらいですかね。いきなり電話がねかかってきてコンサルしてほしいって言ったら珍しいんですけど、まあ一回ちょっと申し込みフォームから申し込みしてくださいよっていうことでやり取りして今日来てくれたんですけどね、年1個しか変わらないんですが、まあプライベートなことがあるので内容は一切話せないんですけど、なんかみんな一生懸命頑張ってんのに、やっぱりその時代だったり業界の流れだったりで悪くなってきちゃうと、本当にその考え出す打ち手っていうのもやれることできることの中で、まあ無難なことって言うとあれなんですけどね、もうなんかそれはもう焼け石に水なんだよねっていうやっぱりことしか発想できなくなっていっちゃうんですよね。だからあの一度、立ち止まってみるっていうか休んでみるっていうことも必要なんじゃないかなっていうのと、やっぱりもういっぱいいっぱいですね、もうたくさん荷物を持ってて背負ってるとですね、やっぱりもう気も休まらないし
精神的にも肉体的にも疲れていっちゃって、だからまあそれ一回ちょっと全部下ろしてみるっていうかね、止めてみるっていうかね、そんな時間も必要なんじゃないかと、昔ロングバケーションやってた時に、当時のビジネスパートナーが、いやいや今は、あなたはロングバケーションをするべきですって僕に言ってくれてですね、助けてもらったことがあるんですけど、その一言が、まあ、振り返るとですね、本当にその決定的な瞬間にその僕を助けてくれた一言っていっぱいあるなってやっぱ思うんですよね。なんか皆さんにもないですか？なんかそんな、まあ、言葉だったりね、思いだったり、そんな人たちに支えられてね、まあ、今がいることに感謝していかなければいけないわけなんですが、なんか今日の動画どんな動画なのかちょっと分かりませんが、どこにたどり着くのか落ち着くのか分からないんですが、今日僕の一日を振り返ってるだけなんですけど、でこの4月はですね、僕のクライアント本当にその誕生日が多くてですね、で特徴があるんですよね。全員とは言わないですけど、4月生まれのクライアントはできるできるクライアント結果出してていいクライアントが多いなって、まあ、立て続けに連日そのフェイスブックで誕生日です、あ誕生日だったんだ、もう1年経ったんだって言って、まあ、おめでとうとかメッセージのやり取りさせてもらったりとかですね、僕がそのずっとお世話になってるお兄ちゃんみたいな先生とかも4月生まれとかで、4月生まれの人たちってなんかその他の月と比較するのもおかしな話なんですけど、でもなんか結果出してすごい人たち多いなって、もしこれを見てる4月生まれの方がいたらですね、自信持っていただきたいなと。いや僕5月なんですとか6月なんですとか、まあ、僕9月なんですけど、はい、まあ、そう思うとね、誕生日占いとかですねそんなものもですね、何かしらきっと意味があるんですよ確率ですからね、はい、ってな感じで、取り留めもなく終わりたいなと思うんですが、はい、なんかもし質問や疑問とかですね、ありましたらまたメッセージだったり会社にメールだったりいただければなと、はい、いきなり電話ってね結構びっくりするんでやめてほしいんですけどはい、ってな感じでいつもありがとうございます。それではまた。